こんばんばはガミです、えー、最近妹があのパソコンが欲しいと言ってたので,で何買えばいいかわからないっていうからあの予算と使い用途を聞いてもうこれだってやつをこれにしなっていうのを1個進めたらですね「うんえー、白がいい」って言われて却下されました。わわかかかる <laughs> かる <laughs> 何それ <laughs>、はい、黒とプラチナしかなくて <laughs> 今また探し直してます。お願いします。<え> <laughs> パソコンの色色色ですにこだわりあるんだ。優しいな。<ー><ー>はい、オバンデイスサントスです。あの、うちの奥さんと結婚する前ぐらいの時だったんですけども、パソコンよくわかんないから教えてって言われて色々教えて。あのー、この価格だったらこのスペックのこれがいいよ。って言ったらあの色が白いっていう理由で勝手に白いパソコン買ってて。 あのクソスペックでセブンが手に挙げた瞬間にただの箱になったんで、もう色で選ぶ <laughs> 色で選ぶなと怒りました。よろしくお願いします <laughs>。<laughs> スペックじゃないんでしょうね。うん、そう色らしい。ビジはいということで、あ、えっ、ー、とね今日ちょっと今までやったことは役職もやるので、えっ、ー、と今から視聴者さんと話す時間にするんですけど、その間に船に一回デモのために出発するんで、皆さんコックピットにあの雑談しながら集合してください。であの インポスの人切るとかしないでください。はい、ということで。とりあえず、雑談しなあの、視聴者の人に話しながらコックピットしでお願いします。はい。はい。いやー、色、色大事なんだろうね。<laughs> あ、そっか、色か。パソコンの色を考慮したことないな、お兄ちゃんはって思いながら。 色最後の最後じゃない <laughs> ね最後の最後もう値段もスペックも全部一緒ですメーカーまで全部一緒ですはいじゃあ色は白黒赤青ありますどれにしますかってなって初めて色の好みじゃない <laughs>、うん、最優先に色が出てくるっていうのがサントスさんの奥さんもそうなんだけどあそういう人いるんだって。 ねえびっくりしちゃった今また探し直してます俺 HP のこれいいなって思ったんだけど白がなくてなかったわ、はあ、まあ探しますさああとね妹のパソコンの検討をしたくてまあオフィスが使えればいいとドスパラかなガレリアはいらんねん別に もう見たんだけどさ、もう要はノーパソでテンキーがついたノーパソでオフィスとあとはなんかネットフリックスとか YouTube とかそういう動画系が過不足なく見,見られればいいって言ってたから一般向けでいいでしょ一般向けのテンキー付きだから15インチだよね多分。 そもそもね、2010年か11年ぐらいに俺が仕事で、仕事用にと思って使ってたノーパソーを妹にあげたのよ。まだ多分ね、Windows10 じゃないんじゃないかな。8とか7ぐらいの時に。に、当時20万ぐらいで買った i7 のノーパソーをあげたんだけど、もういよいよ最近きついっつってて、で、買い替えたいって言ってたから、どんなのがいいのって言われて。 そんぐらいならって買ってあげるんですか別に買ってあげてもいいけど <laughs> HDD はまあ SSD だろうなグラフィックは CPU 内蔵でよくて i5 だろうメモリ16ギガとなるともうこんぐらいか i3、いやー、i5 ぐらいは欲しいか、やっぱり。10万か。これこれ良さそうだけどな。あ、これでよくない ?i51335。これに、これの s s d 1テラにして、オフィスつけて10万、11万ぐらいで買えるんじゃないこれ。これ良さそうじゃない 天気あったか天気あるねこれ全然良さそうだけどなここいいオフィスはワードとエクセルが使えればいいって言ってたからワープロ表計算違うなきあキングソフトね <laughs> オフィス結構高えな <laughs> ワードとエクセルだから、まあこれか。へ<ー>今、パワポなしのワード、エクセル、アウトロックのセットなんてあるんだ。結構高えな、でも。1テラ余らない。まあ多くて損はないから。セキュリティソフトはいらない。メモリね。1万3000円か。んーまあ SSD でしょ。 追加ストレージはまああとは外付けのハードディスクでも買ってくれていいからああこんなもんですかなるほどねオフィス意外と高いねただ仕事で使うからさキングソフトだとね多分会社のパソコンと微妙に ソフトの安いは安いけどまあでもやっぱちゃんとオフィスを買ってあげたいよなこんぐらい買ってあげてもいいけどもうすぐ結婚記念日だしいや過ぎたか過ぎた気がするなメモリをどうするかだよないや16あれば十分じゃない ほら、3 2ギガ以上、最新ゲームを高設定でプレイしたり、3DCG 制作、4K 動画の視聴だよ。<laughs> いや、さすがに1 6ギガでいいと思うんだよな。ゲームはしないって言ってたから、ゲームはスイッチって言ってたんで、これでよくない ?12 万5000円。で、ここでね、コツなんですけど、これでね、このスペックをね、入れるんですよ。 これあのハードオフでパソコンの査定とかするときに使ってたんだけど、PC スペックをそのままスペースでつなげてググるの。i51335U でしょスペース1 6ギガ1テラバイトとかで。ググると、そのスペックのパソコンがね、結構出てくるから。 こんな感じでまあ中古だったりはするんだけど近いスペックのパソコンがね出てくるのよねこうやって価格ドットコムとか楽天とかででメーカーにこだわりがないんだったらそこで安いのを探すっていうのはできるそれで妹にはメールしとくわメールというか LINE だな すいません今日ちょっと眠いんで終わろうと思います。